こんばんは、ベッキー。いつ見ても可愛いですね。可愛いって言われ続けるのって、女性っていくつぐらいまで嬉しいもんなんですか？一生嬉しい。マジですか？絶対嬉しいと思う。で、おばあちゃんになったらまた可愛いって言われる機会が増えてくるものだと思うから。ほう。全然嬉しいです。なんか綺麗って呼ばれたいとか、美しいと呼ばれたいにはならないんですか？女って。ちょっと語っていいですか？私が女を語ったら怒られそうだけど、最初は可愛いって言われたいんですよ。うん、で、多分20代になると綺麗って言われたいんですよ。で、30代になるとかっこいいって言われたいんですよ。で、それがずっと続いて、多分どこからかまた可愛いって言われたくなる気がする。それが一周する気がする。今はそれ一般論ですか？ベッキーさん的にも30代になったらかっこいいって言われたいってなったんですか？うん、かっこいい。あ、ごめん、私全部言われたいな。難しい。何でも、褒め言葉何でも嬉しいんですけど。もうとりあえず褒められたいので。そう、褒められるの大好き。まあでも、かっこいい、うん、かっこいいって言われたいですね。でもまだまだそれは言われないだろうから。私は40代ぐらいでかっこいいって言われたいから。でも、かわいいって、目下に対して言う言葉じゃないですか。うん、それを年上の私に言ってくれるの、嬉しいみたいな。あ、わかった。かわいいイコール若いだと思ってる。だから嬉しいんです。あ、若く見られたいんですか？そうですね。年の割には若いですねとか言われるとやっぱり嬉しいですね。なんか僕45なんですけど、なんか年齢聞いていいのかわかんないですけど。あ、私38です。あ、じゃあ年の割には若いですねって言われると38は嬉しい。うん、なんか嬉しい。へえ。それってその昔からそうなんですか？なんか25とかで別に言われてもどうでもいいって感じじゃないですか？あ、なんか20歳みたいとか言われても。あ、その時は別に言われてもですね、微妙だけど27、8ぐらいからなんかお肌の曲がり方とかわかるから、その辺からやっぱ可愛いって言われると、あ、まだちょっと若く思われてんだっていう感じ。はあ。で40ってじゃあと何年かからもうかっこいいと言われたいと。言われたいですね。でもかっこいいと可愛いって両立しないじゃないですか。そうするとかっこいいに見える化粧とか服装に変えてくんですか、これから。生き方がかっこいいって言われたい。で、顔は可愛いって言われたい。そういう、あ、かっこいいは生き方なんだ。見た目しかないんだ。そう、生き方。はあ。あ、でも2児の子供をちゃんと育ててますっていうので、仕事もしてますっていうのは、自立した女性っていうかっこいい女性像にも入るじゃないですか。入りますよね、きっとね。そこはちゃんとやってれば大丈夫ですか？なんかお弁当とか作れます？作ってますよ。毎日2つ作ってますよ。あ、じゃあ結構ママタレの準備ももう着々とできてます。オファー待ってます。しっかりしてますね、やっぱり。オリジナルレシピあります。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。